では、女子48キロ級優勝須崎選手のインタビューを始めたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちからお願いします。今は本当に優勝できてよかったと思ってます。決勝戦は、テクニカルではなかったんですけれども、いかがでしたでしょうか。やっぱりもう絶対に勝つことにこだわって、勝つ信念、勝つ執念を強く持って戦おうと思ったので、やっぱり一つ一つ確実に取りに行こうと思って、はい、戦いました。失点がなかったんですけれども、5対0でも満足という感じですか、それとも内容的には満足ではないという感じでしょうか。やっぱりでも練習でやってきたタックルの処理とかタックルの取り切り方とかはやっぱしっかりやってきたことは試合で出すことができたのでよかったのですけど、やっぱりもっともっと、はい、課題もたくさん見つかったので次に向かって頑張ろうと思います。今年1年間を振り返ってください。はい、今年は本当に自分のレスリング人生、今までの過程なんですけど、今レスリングやってきた中で一番濃い1年間で、だからこそやっぱこの天皇杯でやっぱ去年負けて悔しい思いをして絶対に優勝したいって思ってました。8月にはリオデジャネイロにいましたけれども、どんな思いで登坂選手の試合をご覧になってましたでしょうか。やっぱり全日本合宿などでやっぱ練習をしていただいて、やっぱ本当にやっぱり努力していて本当に尊敬しているので本当にすごいなと思ったし、次の東京オリンピックは私が絶対にこの舞台に立って金メダルを獲得したいと思いました。来年の抱負をお願いします。2017年もやっぱりもっともっと今よりももっともっと強くなって、やっぱり次の明治杯絶対に優勝して来年の世界選手権の切符を勝ち取って世界選手権も絶対に優勝できるように頑張りたいです。他に質問ございますでしょうか。はい、あ、どうぞ。今年に大躍進した要因は何だと思いますか。やっぱり去年の天皇杯で負けたことがやっぱ自分のやっぱ大きく変わる、やっぱ変わる、大きくやっぱもっと強くなりたいって思ったきっかけだったので、やっぱ去年の天皇杯で負けたことが、はい、要因だと思います。去年この大会で敗れてから負けなしの1年だったと思うんですけど、改めてその1年を遂げられたというのは何ですか。やっぱり常にやっぱ去年負けたことを思い出して、もうあんな思いは絶対にしたくないって思って、まあ、絶対にやっぱりもっともっとやっぱ過去の、大会で勝つためにやってきたので、やっぱり、はい、はい、昨日は南條さんが優勝されましたけど、はい、改めてその分で刺激とかっていかがですか。はい、やっぱり同期が優勝して、本当に自分は天皇杯で優勝したことがなくて、まあ、本当にいいなと思ったし、やっぱり2人で絶対に優勝して菅監督と石村コーチに恩返しをしようって言ってたので、もう自分も絶対に明日は勝ってやっぱり恩返しできるように頑張ろうと、やっぱ刺激をもらいました。監督にさっき何ておっしゃったんですか。はい、監督にさっき何て声かけたんですか。あ、監督に報告というか、吉村コーチはあ、ちょっとだったんでよかったみたいな感じで。他にございますでしょうか。はい、どうぞ。登坂選手のことを尊敬している方とおっしゃってましたけど、東京オリンピックに向かっては、まあ、避けては来れない存在かと思うんですけど、はい、改めて登坂選手はどんな存在ですか。やっぱり本当に自分の尊敬している選手であって、でもやっぱり東京オリンピックに出場して金メダルを獲得するためにはやっぱり倒さなければいけない選手なので、もっともっと努力してもっともっと強くなって、まあ、対戦することができたときは自分が絶対に勝てるように頑張りたいと思います。他にございますでしょうか。いや、以上で終わりたいと思います。はい、どうぞ。吉田沙織さんに佐々木さんのことを聞いたんですけど、はい、私よりもスピードが速いっていうおっしゃったんですけど、そのこと聞いてどう思われますか。いや、すごい光栄です。改めて吉田さんはどのような
やっぱり本当に、まあ、今回明治杯で勝つことができて、やっぱり今回もすごい不安とかもあったんですけど、やっぱり本当に吉田沙保里選手とかは勝ち続けていて本当にすごいなって、勝ち続けていることが本当にすごいっていうことが改めて分かりました。吉田さんみたいに勝ち続けていくのはどういうことが必要だと思います？やっぱりもっともっと厳しい練習をして、やっぱりあとは気持ちを強くすることが大切だと思います。じゃあ以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。